皆様こんにちは。お世話になっております、かご鉄です。本日の動画なんですが、タイトルにある通り、引っ越しました、生まれて初めて関東を出ましたというご報告の動画となっております。ちょっと唐突に上げてしまって申し訳ないです。なんでね、ちょっと年末バタバタしてる動画とか上げられなかったんですけど、本日は引っ越し先のお部屋から、動画を回しております。まだ荷物も何も入ってなくて、声が、ね、響いている状態で、カーテンとかもつけてなくて、すごく寒いのでコート着たまま動画を撮っております。ちょっと引っ越し業者が来たので、ちょっと一旦切りますね。ということで、愛知県に引っ越してきまして、愛知といえば名古屋、名古屋といえばテレビ塔だろうということで、テレビ塔見に行こうと思います。テレビ塔の最寄りが栄なんですけど、栄に行くには市営地下鉄使わないといけなくて、市営地下鉄のね、東山線ってやつなんですけど、本当に来るのがそんなに頻繁に来ないし、めちゃくちゃ久しぶりなので、どこに行けば乗れるか、これかな。着きました。栄どちらの発音、初めてだ。すごい、初めて来ました。栄、多分あれがテレビ塔なんでしょう。今は中部電力未来タワーとかになってるみたいだけど、あ、すごい、ちょっと近くまで行ってみようかな。さあ、名古屋、愛知県の中で一番栄えてるのが名古屋市。栄えてるって言い方が正しいのか分かんないけど、でその名古屋の中でもすごく、なんだ、繁華街があるのが栄って聞いてたんですけど、 SKE の劇場とかありますよね、確か。で、今まで名古屋って本当に会社員時代仕事でしか来ることがなくて、ゆっくり観光とか地域見て回るとかっていうの一切したことがなかったので、今回は本当に本当の新幹線の乗り継ぎとかっていうわけでもなく、本当に初めての名古屋観光というか名古屋散策になるんですけど、ここは何なんだろう、果たしてどうやったら旧テレビ塔に行けるんだろうか、模索しながら歩いてみようかな。地下鉄の4番ホーム出てすぐのところに、こんななんか螺旋階段みたいなのがあるんですけど、ちょっとこれ登ってみようかなと思います。なんかすごい綺麗なんだけど、超都会的じゃない。なんか上だけ見るとさ、東京の国際フォーラムみたいな感じですよね。いや、私関東に住んで、10年なんですけど、初めて今回の引っ越しで関東出たんですよね。東海地方に来ました。もうちょっと一身上の都合なんですけど、そろそろね、 YouTube 始めて3年目になるので、なんか拠点を変えてみてもいいのかなっていうところも大きくってって考えた時に、どこだろうと思って、親族は関西にいっぱいいるし、九州まで行っちゃうと行き過ぎだな。じゃああんまり関わってこなかった、ちょっと東海地区、西にも東にも行きやすいし、今まであんまり掘り下げてこなかった地域だからと思って、愛知県に来てみました。ちょっと時期はいろんな兼ね合いがあって、去年の12月に
引っ越しました。ちょっと遅れて申し訳ございません。報告が目の前にテレビ塔が見えるな。どうやって行けるんだろうな。あ、分かった分かった、地上に出たら歩いてあそこまで行けるな。よし頑張ろう。あともうちょっと。あ、ここがバスターミナルになってんだ。だから高速バスとか乗りたいときはここから乗ればいいってことだね。境のすごいな。愛知県にお住まいの方いろんなこと教えてくださいね。私本当に愛知一初心者、愛知1年生なんで。実は私今日名古屋散策をするために名古屋市に来たわけじゃなくてですね、昨日も撮影に行っていて、その撮影の時に特急列車乗ってたんですけど、その特急列車の、ね、荷台に持ってきたスーツをまるっと丸ごと忘れてきたんですね私。でそのスーツケースを、東海さん、 JR 東海の名古屋駅さんの方で預かってもらっていて、すいません、昨日名古屋駅で忘れ物をしちゃって、はい、それを受け取りに来たんですけど、向こう側にちょっと柱の奥で見えるんですけど、忘れ物を受けたまることがあるんで、はい、あ、分かりました。れればはい、すいません。なんと自撮り棒も忘れておりました。4度目の紛失です。めちゃめちゃ旅してますね。いや、よかった、無事帰ってきてよかったです。ありがとうございました、 JR 東海さん。はい、こんな感じで私は本日名古屋に終わります。そして現れました、目の前にはすごいね、大きいね、ドドーン、これがテレビ塔か。噂には聞いていたぞ。なんかさ、日本の南大タワーみたいなのに昔入ってたよね。あ、気のせいかな。すごいね、ちょっと頑張ってみればエッフェル塔みたいな。言い過ぎか、言い過ぎか、ごめん。いやでも素晴らしいですよ。名古屋テレビ塔は昭和29年に日本初の集約電波塔として建設された歴史的建造物。平成17年に国の登録有形文化財に指定されておるとのことです。お足が立派。あ、すごいね、ちょっと上まで見上げると頭クラッてしちゃうから気をつけよう。中入ってみましょうか、せっかくだから。なんか忘れたスーツケースの中にメイク道具とかも一式入ってたので、まあ、結果的に今日はまたノーメイクで申し訳ないんですけど、タワーの麓はこんな感じですね。エントランスって書いてあります。撮影はできんのかな。3階までは特別料金はいらないそうです。パークビュースポット、おお。あそこを私は一生懸命上がってきたわけね。ぐる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 と、あの下がそのまま栄駅の地下鉄の駅につながってるような形ですね。わあ、すごい、見たことあるこの光景。ちょっとせっかくなんで展望台来たからにはね、登らないとね。ということでチケットまた買いに1階へ戻ります。さっきの1階に貼ってあったあの日本全国のタワーの一覧みたいなの見てみたら、私が登ったことあるベップタワー90m で、このテレビ塔は 180m でね、高さ2倍ありましたね。全然違いますね。早速行ってみようと思います。すごい、わ、すごい。展望台は地上90m だそうですね。タワー自体の高さは 180m。 外が見えるね。お、中部電力未来タワーへご来場いただき誠にありがとうございます。すごい。これよりエレベーターは
地上90メートルのスカイリッキーへ参ります。よろしくお願いします。中部電力未来タワーは1950年にちょっと怖い日本初の集約電波鉄塔として誕生し国の登録有形文化財となる。なるほど、日本初の集約電波タワー。金色の外観が特徴的です。いや、ちょっと怖いな。怖っ。名古屋の街並みもトルネードスピンが見えるよ。あのモードタワーのモード学園の名古屋バージョン。全然アナウンス聞かないんだな私。全部かぶせ気味で。怖っ、やばいんだけど。ちょっと怖くない？怖い。東京タワーよりなんかちょっと怖いな。うわ、すごい。あ、いけ、つまずいちゃった。あの、あっちの方面がトルネードタワーが見えるから正式名称ちょっとよくわかんないけど、名古屋駅の方ですね。あ、すごいね、下は全部公園。でもなんか家も建ってるな。これね、タワー系に登ると絶対あるやつ。絶滅しませんよね。今まで作る人とかいんのかな。そうそうそう、このなんか8ビット調の画面、私が本当に小さい時からずっとあるもん。だがしかし決して作りはしない。こっちが静岡東京方面だそうです。うーん、これがなんだ、名古屋芸術文化センター。これが NHK 名古屋放送局。なるほど。あ、ここら辺に見えるやつかな。これがあの2005年かな、愛知9博の時に使われた記念公園っぽい。さっき一生懸命せっせと登ってきたやつの説明書きがありますね。あそこ頑張って登ってきたわけですけど、これはふむふむ、オアシス21、ガラスの大屋根、水の宇宙船がシンボルの立体型公園なんだ。あれ、公園には見えなかったけど。夜は四季折々のライトアップや期間限定の特別ライトアップにより名古屋を代表するフォトジェニックスポットとして人気だそうです。これも多分中部電力が作ってるのかな。こっちが中部国際空港セントレア方向ですね。セントレアはどこにあるんだろう。あそこら辺に名古屋港、名古屋港があるみたい。すごい立派な公園だな、久屋大通りパーク。サンシャイン栄、こんな街中に観覧車もあるんですね。名古屋三越百貨店の屋上にあるんだ、小さな観覧車。昔ってさ、屋上、百貨店の屋上とかに遊園地あったよね。私も生まれるもうよっぽど前のことだけど。失礼しました、ちゃんと説明書きありましたね。こっちが三重大阪方面だそうです。 JR ゲートタワー泊まりましたね私。過去に泊まった動画ちょっと概要欄に貼っておきますけど、 JR タワーがあって、ルーセントタワー、 JR ですね、 JR 関連で、あのトルネードが正式名称、モード学園スパイラルタワーズで、あそこに見える山脈は、ごめんなさい、山脈は養老山脈だそうですね。でちょっとね右にずれると、多分ねあれかな、雲に隠れちゃってると思うんですけど、あれが伊吹山だ。伊吹山もこの間別の動画で取り上げましたね。そちらも概要欄貼ってきますけど、ちょっとねこの間伊吹山と他の山間違えちゃったんですけど申し訳ないです。あれが伊吹山ってことは、もうちょっとこっちに行くと岐阜と滋賀の県境ってことか。
ということで本日もあなたと名古屋テレビと楽しむことができていい思い出になりました。で、東京タワーもそうだと思うんですけど、こんな感じで階段がついていて、タワーのね、あの展望台まで階段で行けるみたいなんですけど、ちょっと足がすくみますね。いつかチャレンジしてみたいですけど。中部電力未来タワーはこれからの未来に続く名古屋のシンボルとして皆様に愛されるタワーを目指してまいります。よろしくお願いします。ちょっとお腹が空いたので駅の方まで戻ってご飯食べたいと思います。まもなくタワーステーションでございます。はい、タワーステーションにはお立ち寄りくださいませ。本日もありがとうございました。タコゼルでした。次は愛知でどこへ行きましょうか。おすすめ教えてください。またとね、私一回やってみたいことがあって、それは何かというとライブカメラに映り込みたいっていうことで、このテレビ塔の前の久屋大通公園かな、そこにライブカメラ設置されているので今からちょっと映りに行ってみようと思います。ここなんですが、多分ねタワーのどっかにカメラが仕掛けられてんじゃないかなと思うんですよね。映るかな。映ってる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 。めちゃくちゃちっちゃいけど映ってますね。やば、テンション上がった。ということで本日も最後まで加古鉄の茶番にお付き合いいただきましてありがとうございました。その打ち上げに名古屋といったらやっぱりここ2000だろうということで、台湾ラーメンとニンニクチャーハンをいただいていく、その傍らにはちゃんと一番絞り、みんなでお疲れの乾杯です。本日も最後まで私の動画見ていただきましてありがとうございました。そして加古鉄の愛知バージョンがですね、新たな旅が2022年開始とともに始まったわけです。今年も皆さんをあらゆるところに、楽しいところ、まだ行ったことないところ、どんどん連れて行きたいと思います。あなたと一緒に最後まで楽しんでいきましょう。今年もありがとうございました。